コロナの新たな感染者数が県内で徐々に減り、静岡市は今日63日ぶりにゼロとなりました。連休以降、再び感染者を増やさないようにと、静岡市は夜の街で実施している不要不急の外出パトロールを夜の観光地にまで拡大しました。静岡市の観光スポットとして有名な景勝地、日本平。今日も行楽客の車が多く止まっていましたが、連休2日目、昨日の夜の日本平にもかなりの数の車がありました。外だし、まあそんなになんだろう、密にならないかなっていう感じで、まあちょっとライブぐらいな感じで。場所としても開けてるんで、まあ、人と一人一人の間が、まあ、確保できるところだったら大丈夫なのかなっていう感じで。密を避けて人出が少ない夜に外に出かけた人たちが日本平に集まっていました。思ったよりも人出が多いなという印象は受けましたね。こんばんは。こんばんは。静岡市役所です。感染防止ご協力お願いします。静岡市は感染拡大を抑えるため不要不急の外出を自粛するよう夜の繁華街でパトロールをしてきました。この連休中、こうした密を避けやすい場所での気の緩みに警鐘を鳴らすため見回りを拡大したのです。山頂に集まってですね、皆さんが少し開放的な気分になって、まあ、マスクを外して会話したりですね、ここねを集合場所にして社交の場を作ってしまうと感染防止にはつながらないのかな。新規感染者を再び増加させないように職員たちはマスクを配って不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。仕事終わりですとか学校が終わった後っていうのは気が緩みがちということになりますんで、もう少しの辛抱なんで感染防止に努めていただきたいなと思います。静岡市の夜の見回りパトロールは今月30日まで毎日行う予定です。